第31回日刊スポーツ映画大賞石原裕次郎賞で助演男優賞を受賞させていただきました高橋一生です。この度は本当に大変光栄な賞をいただけてとても嬉しく思っています。一つ一つ今年映画4作品出させていただいたんですが、選考対象になった作品その3作品空飛ぶタイヤと嘘を愛する女と置く男、僕にとってとてもどれも思い入れのある作品になったものなので、そこから受賞ができたことというのはとてもありがたいことだなと思っています。空飛ぶタイヤは撮影期間がとても短かったですけど密度の濃い時間を過ごさせていただきましたし、嘘を愛する女に関してはラブストーリーだったりサスペンスだったりいろんな自分が映画でやったことのない要素だったりというものを楽しく演じさせていただいたなというのと、置く男に関しては原作者の源氏さんと監督大友さん、たける君と一つの作品を作り上げていく過程っていうものをしっかりこう、合致しながら前に進んでいった感じがあります。なんでとってもこの3作品で受賞できたこと心より嬉しく思ってます。ここから先も今まで通り何か力を入れてどうのこうのっていうのはきっと僕難しいと思うので、これからも今まで通りのしっかりとした自分の志を持ってお芝居ができればいいかなと思っています。これからもどうか見ていただける方が喜んでいただけるようなお芝居をしていけたらなと思っています。この度はありがとうございます。